男と女とびっこの女は都へ住み始めました。男は夜ごとに女の命じる邸宅へ忍び入りました。着物や宝石や装身具も持ち出しましたが、それのみが女の心を満たすものではありませんでした。女の何より欲しがるものは、その家に住む人の首でした。彼らの家にはすでに何十の邸宅の首が集められていました。部屋の四方のついたてに仕切られて、首は並べられ、ある首は吊るされ、男には首の数が多すぎてどれがどれやらわからなくとも、女はいちいち覚えており、すでに毛が抜け、肉が腐り、白骨になっても、どこの誰ということを覚えていました。男やびっこの女が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女は毎日首遊びをしました。首は家来を連れて散歩に出ます。首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。首が恋をします。女の首が男の首を振り、また男の首が女の首を捨てて、女の首を泣かせることもありました。姫君の首はダイナゴンの首に騙されました。ダイナゴンの首は月のない夜、姫君の首の恋する人の首の振りをして、忍んでいってちぎりを結びます。ちぎりの後に姫君の首が気がつきます。首を憎むことができず、我が身の定めの悲しさに泣いて尼になるのでした。するとダイナゴンの首は尼寺へ行って、尼になった姫君の首を犯します。姫君の首は死のうとしますが、ダイナゴンのささやきに負けて尼寺を逃げて山科の里へ隠れて、ダイナゴンの首の囲い物となって髪の毛を生やします。姫君の首もダイナゴンの首ももはや毛が抜け、肉が腐り、ウジ虫が湧き、骨がのぞけていました。二人の首は酒盛りをして恋に戯れ、歯の骨と歯の骨と噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻もつぶれ、目の玉もくり抜けていました。ペチャペチャとくっつき、二人の顔の形が崩れるたびに、女は大喜びでけたたましく笑いさざめきました。ほーれ、ほっぺたを食べてやりなさい。はあ、おいしい。姫君の喉も食べてやりましょう。はい、目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい、ペロペロ。あら。
しいね。もうたまらないのよね。ほら、かじりついてやれ。女はカラカラ笑います。綺麗な澄んだ笑い声です。薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした。桜の森の満開の下でいいんですかね。結構かと、うんうん、坂口、あ、よかった坂口安吾の作品を、本編じゃない、郵文庫初登場の朗読者、に来てもらいました。湯気正恵さんですか。素晴らしい美濁音。湯気湯気正恵さん、今ここに名前が出ておりますけど、これで湯気って読むんですよね。弓削りではなく、弓削り弓削りではなく、なんか由緒ありそうな名前ですけど、まあ初登場ということで、はい、ありがとうございました。このスタジオっていうか現代朗読協会とか、うん、まあ私の朗読講座ゼミ、はい、どのぐらい最近というか昔というか来たんですかね。どういう意味だ、はい、初めて、はい、足を踏み入れたのは、はいはい、去年の11月の一日体験というワークショップですね。ここに参加して、11月ってことはもうかれこれ半年は経つ。そうですか。そうですね、5ヶ月というところ。半年ですか。はい、なんかもう随分長いことやってもらってるような気もするんですけど。そうですね、私もそんな気がします。あっという間の実はこう見えても、実はこう見えても私すごいんです。何がでしょう結構朗読歴が、まあ、うち来る前も長いと。そうですね、まあ、中断してた時期があったらしいですけど、うん、結構若い頃から。そうですね、10代。今は若いわけではないですよ、はい、若くないわけではないですよ、はい、若い頃からやっていた。とても若い頃から。あ、とても非常に若い頃から、はい、とても若い頃からやっていましたので、はい、10代から。10代ですね。それは高校とかそういうことですか。高校です。高校の放送部とか。放送部でやったのが初めてですね、うん、出会ったのが初めて。結構多いんだよね、高校の放送部から出てきた人って。そうですよね、うんうん、でまあ大体ね、そこでこう、うんうん、ある程度の実績残した人は、うんうん、それなりの職業にアナウンサーだとかナレーターだとか、うん、みんな ね、いますね。高校で朗読やろうと思ったら放送部しかないのかね、うん、今。そうです ね、朗読部とか聞いたことないですねあの演劇部で朗読やっても良さそうな気がするんだけどね。そうですね、どちらかというと演劇の要素の方が強いかもわからないですよね、うん、そうですね。あの放送部のほらコンクールでしょ、要するに NHK の放送コンクール、うんうん、はい、あれって結構ほらなんか大会系的なこうコンクールっていう、うん、なんかこうあるじゃない、なんかルールとか、なんか何分以内に読みなさい。あ、そうですね、ありますね、うん、朗読ってそういうもんじゃないでしょうっていう感じがするんだけどね。多分、うん、あのその高校生であった当時の私は、うんうん、何もその表現だとか、うんうん、なんだとかということは考えずに、うん、まあ、あの顧問なり、うん、あの周りの人たちにこう言われるがままにやっていたという感じだったその時 何やったの。いぶせますじの多人小村